まして、おめでとうございます。茨城県議会議員の井出義弘でございます。昨年12月16日の総選挙、3年3ヶ月続いた民主党政権へ明確なノーとの審判が下されました。外交問題、経済対策、エネルギー政策、そして少子高齢化への対応など、今日本は沈没の瀬戸際に立たされています。総選挙で私ども公明党にいただいた熱いご期待にどのようにお答えしていくか、大きな責任を感じています。新しい年は日本再建、茨城再生へのラストチャンスでもあります。茨城の皆様の声を国政に届け、元気で明るい地域を、そして日本を作ってまいりたいと思います。私たち茨城県議会公明党は、橋本知事に699項目にわたる県政要望を提出いたしました。その中で私県議会議員の井出義弘が特に強調したのは、一つ、防災減災ニューディール政策の断行、二つ、原発依存をなくしエネルギー政策の抜本的な転換を図る、三つ、地域住民の命と健康を守る体制の強化、そして四つ目に、地元日立中央地区の活性化、これを重点的に強調しました。茨城県は東日本大震災や福島第一原発事故により大きな被害を被りました。昨年6月にはつくば市北条で未だかつてない竜巻被害を経験をしました。そして12月の中央高速笹子トンネルの天井崩落事故は社会に大きな警鐘を鳴らしました。今私たちは住民の県民の命を守る公共工事の必要性を痛感させられています。公明党は防災減災ニューディール政策を提唱しています。国民の生命を守るために社会資本の老朽化対策や防災減災対策を計画的に行うのです。橋などは予防的に修繕を行い、寿命を延ばした方がコストを抑えることになります。実際に震災などが起きた場合にも補強されていれば被害を減らすことにつながります。震災で破損した市町村の庁舎、消防や警察施設、避難道路として活用する高規格道路、老朽化した橋やトンネル、水道や下水などのライフライン等々、今投資しなくては手遅れになる公共施設がたくさんあります。国の計画と歯車を合わせて茨城県の防災減災を計画的に進めてまいります。公明党はできるだけ早い時期の原発ゼロを目指し、省エネや再エネ、火力発電の効率化を進めます。東海第二原発の再稼働については、30キロ圏内100万県民の避難体制ができていないことや、地震津波への対策も十分でないなどの理由から、現状では再稼働の議論はできないと主張しています。稼働後40年という寿命を考慮すると、廃炉という選択肢も現実的に検討すべきです。東海地区は原子力をソフトランディングさせるための人材育成と研究技術の拠点として生まれ変わる必要があります。そのための万全な支援を国・県が行うべきです。地域住民の命と健康を守る体制の強化も大変重要な課題です。昨年10月、県北地域の救急医療の拠点施設である県北救命救急センターがオープンしました。この救命救急センターは、重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる高度な医療を提供する施設です。日立製作所が創業100周年の記念事業の一環として、創業の地日立に建設を進めてきました。さらに日立総合病院は、東日本大震災により旧本館棟などの家屋に大きな被害を受けました。老朽化し被害を受けた建屋を取り戻し、診療棟と本館棟の新築工事に取り掛かっています。今後、外来診療室などが設けられる診療棟は、
今年の5月の竣工を予定し、鉄筋コンクリート地下2階地上10階建ての本館棟は2015年度中の竣工を目指し建設工事が進んでいます。こうした設備の充実とともに、産婦人科や小児科など診療科目の充実も大きな問題です。そのために医師確保に積極的に取り組んでまいります。日立十王地区の活性化については、大変厳しい地域経済情勢の中で将来に向けての明るい展望が開けています。日立港には現在日本最大の能力を持つ液化天然ガスのエネルギー基地の建設が進められています。平成27年にこの施設が完成すれば、日立は首都圏のエネルギーセンターとして大きく注目されることになります。今後10年単位で日本のエネルギー源は火力発電に頼らなくてはなりません。その意味でこの日立港の広範地にぜひ大規模高効率の天然ガス発電所の誘致に取り組んでまいりたいと思います。また日本とロシアとを結ぶ天然ガスの海底パイプライン構想も浮上しています。日立港をそのパイプラインの陸揚げポイントとするなど、ダイナミックな運動を展開したいと思います。さらに燃料電池や風力発電、太陽光発電など次世代の再生可能エネルギーの創造拠点として、日立十王地区を再活性化してまいりたいと思います。こうした町の元気の源として道路整備は大変重要です。今年は山川道路が全面開通、国道6号の大和田拡幅が本格化、県道鮎川停車場線や十王北通り線など大きな進捗が期待されます。特に山川道路は現在花山団地と大久保中学校の間の未開通区間の工事が急がれています。大三河6丁目交差点の改良工事、大原団地方面と花山団地方向の分岐部の改良工事、多賀消防署付近の改良工事、市道金沢諏訪線の整備が同時に進行中です。山川道路が本格的に供用開始されると、日立市南部の渋滞は大きく緩和されることが期待されます。また先ほど指摘した防災・減災の視点から、久慈大橋の耐震化や中小の橋梁の総点検、のり面の防災工事の強化なども一気に進めていく必要があります。政府は景気対策、デフレ対策として大型の補正予算を組むとしています。新年度の予算と連動して15ヶ月予算を編成する方針です。茨城の皆様の声を十分に受け止めて、日本再建、茨城の再生のために全力を挙げて働いてまいります。皆様のご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いを申し上げます。